全力アキベチャンネル、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日は大阪西成、西成の、はい、公園におります。西成に来てるんだけど、はい、西成の飲食店全店出入り禁止の坂田恵子さん、はい、シンガーソングライター、はい、歌うたいの人と、まあ西成を案内してもらう、はい、本当に西成全店出入り禁止なのか、そんな人に案内してもらったらどういうことになるのか、どういうことになるのか検証していきたいと思います。このいかつい人らとは、はい、めちゃ可愛がってもらってるんです、アキベさん。よろしくお願いします。あのアキベさんのご要望をなるだけ聞きたいですね。全然突然やったから分からなくて、はい、で全部ブログと全部チェックさせていただいて、ありがとうございます。私あれを見て感動して、あ、なんか会いたいなとほんまに思ったんですよ。ありがとうございます。アキベさんから連絡いただいて、はい、なかなかなんか出入り禁止が多いとか、そういうの。出入り禁止多いよ。2店舗増えたらやっぱ全然どうでもええねんけど、別に、はい、ホルモン天ぷら48っていう、うん、西成で初めて広島のホルモン天ぷらを持ってきた店がまず1店舗で、うん、あと一つはちょっと、はい、実は西成でもみんなからしたら西成やんけど、1個道路を越えたら、え、こんなに違うんっていうところなんですよ、うん、とにかくそのもう2店舗、2店舗でいいんちゃう、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。キボーさん、はい、テレビのザ・ノンフィクションっていうテレビの1年間密着されてるんですよ。ほう、もう世間に一滴でも飲んだらもう犯罪者みたいな扱いされるから、うんうん、私ね、ここに落ちてる焼酎の缶を捨てようと思ってこうやって持った時に盗撮されてて、でそれをツイッターとか流されて、うん、この女また飲んどるやん、ちょ、私ゴミ捨てようとしただけやんみたいな。こんなに上手やってきてからはこんなに頑張ってやめてて、飯田さんと上手やってきてからは、いや、私を可愛がってくださってる方のところに連行しまーす、うん、いや、みんなそういうのを求めてた。本当に西成をディープなところ教えてもらえたらと思うんで、やっほー、ごめんなさい、待ってな、はい、よろしくお願いします。よっしゃー、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 坂田恵子が、はい、なんか西成のディープな店紹介してみたいな、え、知らんし、私これ初めてやで、私さ、いつも連れてきてもらってるやん、どうぞ帰らに、もうとりあえず4パチー、よろしくお願いします。おー、あるのレストランの、で、ブレイキングダウン、なんかね、YouTube の、ちょっとアキベイさんの YouTube、ちょっとみんな登録して。いや、でもその、フォロワー足りなくて、前回そのブレイキングダウン、オーディション落ちたっていう。あんなフォロワー関係あるで、あれも、わからないんで、ブレイキングダウン。もちろん全然関係ない、全然フォロワーとかない人も出てるのに、なんか自分がなんで落ちたんだろうって言った時の、まあ、そういう情報も横から言われて、だから、フォロワーを増やしていくしかないっていうのは。いや、ごめんなさい、私はそこじゃないと思うんですよ。どうですか。あ、違うよ、だって、フォロワーが少ないやつでも、合格してるんでしょ。してます、してます。じゃあ違うじゃないですか。いや、違うじゃないですか。キャラ。キャラ、いや、キャラと熱意。で、私ごめん、そんだけあんまり見てないけど、もう私の、で、食べがちもらってる、やつら、みんなブレイクダウン出てとるから、女の子も、男の子も、でも、なんかのキャラや、こいつにしかない、あー、きっと、みたいなキャラ。で、アキベイさんは、すごいなんかね、そこまで、そこまでのキャラがないんですよ、ごめんなさい。いや、まあまあまあ、そうです。すっごい優しいし、おめえらとか言っても、ちょっと、もっと、いや、行き切ってない。ああ、優しさがね。やらされてる感っていうか。いや、自分でやってる感。おだから、こうやって、こんなんだけど、
くこんなんしとるやん。何でこんなんこんなん。後ろに泣き坊主。うわ、これ牛すじやばいぞ。やばいっすね、トロトロすぎる。路線やから610円とか。いいよ。ぼったくりや。いいよ、お前。どうですか？絶対めちゃくちゃうまい。あ、すみません。今。いやー、これはもう、ごめん。これはうまい。これうまい。はい、なるほどね。なんかな、愛が染みてるって感じ。はい。いや、違うんですよ。秋葉さん、なんで私を知ってくださってたんかなと思って、多分暴れてるやつ。いや、昔、本当にないんですよ。最悪のやつか。結構自分もそのメンタルやられた時が、はい、その時に、はい、恵子さんがその西成のあの参考で歌ったりしてるのを見て、全部プライド捨てた時でしたから、そういうの見てやっぱボクサーの竹原さんまで会いに来てくださって、うん、なんか私、はい、なんでこの格闘家の方とかがこうやって言ってくださるんかなって、なんかそういうとこがあるんや、もう歩くパワースポットだなと思いましたよ。したらええだけの話やろ、これもいるぞ、はい、おい西成スタイルや。畳1名、これどっち譲したらいいかな、ホルモン天ぷらのタレ、これはもう何回もちょっと YouTube で紹介させていただいてるんですけど、この韓国のこの七味死ぬほど入れてるんですけど、これでめちゃくちゃもうテロンレロロってつけて食べて OK です、わかるか、ホルモン天ぷら時代韓国の動きお前らもやってるやん、はい、たっぷりと、たっぷりと、めっちゃくちゃ好きな方がうまいねこれ、うまそうだ、じゃあホルモン天ぷらって、ま、ないよな、ない、はい、関東とかこういう天ぷらやらないもんね、いや石成もやらないですよ、もう石成もやらない、おでんもうまいし、めっちゃうまいっすよ、あとなんでボクサーにこんだけなんか好かれるのかと思ったら、多分ボクサーの方って一瞬が命じゃないですか、ね、ですよね、もう一瞬に死んでもいいっていう命捧げてるじゃないですか、私は全然そこまで追いつかないですけど、一瞬に人に対して命を捧げたいんですよ、なんか本当に今を生きてるって、そう、はい、メンタルやってる人がケイコさんやったら歯もらうわけないそうですね、ありがたいことに今から死にますという言い張ってるんですよ、はい、ケイコさんって、だから死ぬんだ、危ないって必ず私は、いやいやいや、ね、一緒と思うんですよ、私は歌と私の言葉で絶対こいつを笑顔にしてあーよっしゃバレーブレーって絶対に返す、生きろよって伝えてる、私はもうその自信しかない、はい、だからみんな来いって言ってる、あ今から死ぬから全員来いやこらいって、あれパワースポットや、いやそれ多分ね一緒なんですよ、なんか私も歌とこの自分の存在と言葉一緒なんですよ、ボクシングで戦う姿と人を不幸にしないための美しさをなんか合致させた時にすっごい力で人間湧くんですよ、それを見たんです私、このタイミングでこうやって出会えるのもそうだし、俺はケイコさんの YouTube 見た時はメンタルやられてる時見た、めっちゃ言ってますね、まあ、こういう生き方もあるし、なんだろうこうやって一生懸命やってる姿もあるからさ、そういうの見て参ったって思えてるんだろう、申し訳ない、まあ私はアル中でもう暴れ倒してるところはほとんどやったけど、もうどんだけ周りに世間に罵倒されようが私は金沢三角公園でプライドしてて、一人のおっさんが泣いてんねん、犯罪者が、で一人の言ったらここを切り刻んだ女の子が泣くんよ、私はそれでええよ別に他どうでもええよまだなんかみたいな、なんか自分のプライドを突き通したところに世間がよく分かる、でもボロボロになったって生きるっていうさ、そう全然違う、なんかボロボロじゃないや私からしたら、全然ボロボロじゃない、世間から見たら汚いボロボロだけど、いやでも基本そのそんなはちゃみちじゃないじゃないですかブレイキングダウンとかさみんな演じてるよお前たちだとかと全然あちょっと寒いですよ思って見とったから私、わかるわ、わかります、あ全然違う違う、
もうそれやったらもう全部ざますございますよって天皇陛下みたいな表で。ああそうそうそう。坂戸恵子プロデュースですね。いや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 、ほんま あえてね、わかる。でもそういう方向性も欲しい。まあまあまあ、キャラクターの人、なんで優に注目されないんだろうっていうのも考えてるところです。なんか自分らしさを生かした方がいいと思う。だって全然ほんま似合ってなかったから私は言ってる。ちょっともう行きますか。行きましょうか。はい。ごめんなこれめっさ。ここね本当は6時からオープンなんですけど、今日ちょっと私がどうしても連れてきたかったから。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。人気の YouTuber の名前を、そうだな、じゃあ5個言えたら登録します、押せます。ああ、ありがとうございます、うん、いや、余裕っすよ。ヒカキン、朝倉みくるチャンネル、はい、あと、コウジチャンネル、コウジチャンネル、はい、内山隆チャンネル、内山隆、はい、今4つ4つ、あと1つなんで出てんだああ、ジョーブログとか。わかります、じゃあどこ押せばいいんですか。ここ